さあ皆様お待たせいたしました。続いては素敵なシンガーの方の登場でございます。続いてのステージ、高田龍希さんのステージです。ご紹介させていただきます。福岡育ちのシンガーです。昨年は50以上のステージに立ち、ただいまは関東地方のイベントを回っていらっしゃるそうでございます。オリジナル曲、オリジナルグッズも制作販売していらっしゃいます。今日も販売されているみたいです。またお話出るかもしれません。それではお呼びいたしましょう。高田龍希さんです。拍手でお迎えください。
皆さん楽しんでますか？あれ、楽しんでない？楽しんでますか？ありがとうございます。いい感じ、いい感じ。ちょっとね、テンションが上がってきましたね、皆さんね。ありがとうございます。君と出会って奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。夢を濡らした涙が海原へ流れたら、ずっとそばで笑って欲しい、yeah。 ありがとうございます。はいはい、いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、高田隆起と申します。皆さんよろしくお願いします。はい、僕はですね、福岡を中心に活動させていただいておりますけれども、まあですね、最近は県外の方でも、歌わせていただいております。まだまだ未熟な部分がたくさんありますけれども、どうぞ皆さん名前だけでも覚えて帰ってください。こうやってですね、あ、逆になっとった。こんな感じで上りも作って形から入るタイプなんですけれども、こんな感じですね、上りも作ってます。名前覚えて帰ってくださいね。高田隆起という名前なんでですね、ぜひ覚えて帰ってください。それでは続いてもカバー曲1曲歌わせていただきますけれども、続いての曲は、糸という歌を歌わせていただきます。僕は時々あなたあなたってしますのでですね、はい、ぜひ皆さん、あれですよ、よくあるじゃないですか、刺されて失神するとかあるじゃないですかね。失神しないように気をつけてください。しっかりと心の準備をしとったんですね。失神はしないの。ちょっと失神しそうで大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。失神はしないように、してくださいね。自分で言うのもやばいと思いますけれども、はい。それでは糸という歌を、聴いてください。歌える方は一緒に歌っていただきたいと思います。
傷をかばうかもしれない。続いてですけれども、ちょっとオリジナル曲1曲だけ、オリジナル曲だからって帰らんでくださいよ。大丈夫です？あんたのオリジナル曲なんて興味ないとか言わんでくださいよ。大丈夫ですか？はい、オリジナル曲1曲歌わせていただきますけれども、続いての曲はですね、時の記憶という歌がありますけれども、時の記憶はですね、僕が結構挫折とか何回も繰り返した時に、できた歌です。一輪の花があるんですけれども、それが何回踏まれても一生懸命咲こうとしている、姿を見て、僕も1回2回の挫折で、くじけちゃいけないなという、思いをしてですね、気持ちがあってこういう歌を作らせていただきました。とても僕はですね、オリジナル曲に関しては歌詞を重視して、作らせていただいております。歌詞をしっかりと聞いて、いただきたいと思います。少々お待ちください。それでは、時の記憶という歌を聴いてください。上がるあなたの姿見れば後悔したの
ありがとうございます、続いてが最後の曲となりますけれども、最後の曲はですね、皆さん、あの振り付けがあります。振り付け、まあ、といってもなんかちょっと恥ずかしい、こんな感じの振り付けはないですけれども、頭をですね、皆さんこっち側に傾けてください。いきますよ、せーの、1、2、次こっち、3、4で手を両手前にして指さしてください。はい、刺しました、刺しました、あ、いい感じ、いい感じ。はい、お、今からちょっとリズム乗せてやりますよ、せーの、朝起きてまた夢見てたあなたの隣で、 OK です。その、歌詞がありますので、ぜひ皆さん最後楽しんで帰ってください。タオル持ってる方は一緒にですね、タオル振りながら楽しんで帰ってください。それでは最後の曲、ロマンティックレジョブ聴いてください。さあ、手拍子お願いします。
ありがとうございました。高田隆之でした。バイ。高田隆之さん、ありがとうございます。いや、もうちょっとだけお話、ちょっとだけ、これだけファンがいらっしゃいますから、はい、お話いいですか。はい、いや、もうすごい、もう本当に関東の方でも大活躍されているということで、はい、今日もたくさんファンの方いらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい伸びやかなね、歌声と、そしてこの笑顔と、もうがっちりと皆様の心を掴んでらっしゃいましたけれども、今後の予定、そしてあの販売されている物品もですね、ご紹介していただいていいですか。はい、はい、来週の11月9日は、東京の、イトーヨーカドー大井町店というところのイベントに、はい、出演させていただいて、はい、その次の日は、あの釜市のふれあい祭り、はい、12時から、はい、出演させていただきたいと思います。関東まで追いかけていきたいですね。ぜひぜひ、はい、そこまでないいや、素晴らしいステージを、はい、あのね、見せていただきました。そして物販はこちらでされてるんですよね。はい、はい、物販のちょうど今あの上りを立てていただいてます。すみません、ありがとうございます、はい、ステージ袖にですね、あの上りが立っておりますけど、そちらの方でオリジナル商品など販売されるそうです。はい、ぜひこちらもですね、お手に取ってご覧いただきたいと思います。はい、武田隆之さんでございました。ありがとうございました。さあ、素敵なステージ続いておりますけれども、さあ、それではここに